長治サダオは日系アメリカ人建築家。彼の作品はバックミンスター・フラーやイサム・ノグチとのコラボレーションで知られている。第二次世界大戦中はドイツに駐留し、米軍の地図制作者として従事した。フラーとは1950年代初頭にコーネル大学で最初に出会い、建築を学んでいるサダオのインストラクターを務めていた。1954年に、 フラーとの最初のコラボレーションであるダイマクション地図を手製作するため地図製作者としての専門知識を駆使してその年を過ごした。マップ、ローリー版の初版はエドワーズとブロートンで印刷され1954年の夏に3000のコピーの版で発行された。1964年、サダオは建築会社フラーサダオインクを共同設立。その最初のプロジェクトは モントリオールのモントリオール万国博覧会で、米国パビリオン用の大きなジオデシックドームを設計することであった。1968年、フラーとサダオは、日本の金融機関と、勝機松太郎の依頼で四面体都市を設計。この複合施設は、30万個の集合住宅に住む100万人の市民を収容できるように設計されており、巨大な内陸港がある。 四面体都市は効率的で持続可能な居住空間の代替案として考え出されたが、その巨大なサイズと低コストはアルミニウム製オクテットトラスシステムによって可能になった。海に浮かぶことによって陸上のスペースを占有しないという考えである。1959年に照明デザイナーのエジソン・プライスと共同している間、 サダオはギャラリーでおられたアルミニウム彫刻の生産でイサム・ノグチを援助。1960年代にノグチと共同で庭園や景観計画の仕事を始め、1971年にはデトロイトのフィリップ・エーハート・プラザ、ホレス・ドジおよびソンメモリアルの噴水を設計するためにノグチ・ファウンテン及びプラザ・インクを設立。また、有名な明かり・光彫刻の制作に関し、 野口に密接に協力。1981年、二人はニューヨーク州ロングアイランドシティの野口ミュージアムとして、知られるイサム野口ガーデンミュージアムの設計と建設作業を開始した、おそらくこれは彼自身がコラボレーターとして自分のの自己啓発的な品質と表現していることによるものである。1989年から2003年まで、 野口美術館の事務局長を務めて以来、彼は博物館で就寝の名誉信託受託者として認められている著者にバックミンスターフラーとイサム・野口、ベスト・オブ・フレンズがある。ありがとうございます。